ちは。こんにちは。まず豊さん。何？申し訳ございません。申し訳ございません。申し訳ございません。というのはですね、はい、俺先入観でやっぱり見てしまってたよね。ゴールデングラブ賞ですね。ゴールデングラブ賞。セリーグの。やっぱ京田も本当うまい選手で、はい、なんかこっちの先入観が先走り、はい、やっぱいろいろ調べてみると、うん、まあ最初から調べとけっちゅう話なんだけどさ、はい、やっぱもう視聴者の方がなんかよくご存知で、うん、はい、まあ確かに京田もうまかったというね。そうですね、うん、でもまあ今後ね、はい、まあ、そういう先入観で見ないように、うん、もうねちゃんと、うん、ね、まあデータも見ながら、はい、まあどっちかっていうのをね、うん、公正に。そうですね、うん、そうですね、うん、そう、うんうんうん、すみませんでした。失礼いたしました。いやでも本当見てる方ってすごい詳しいなと思った。いやすごいよね。いやすごい、うん、すごいですよ本当に。で俺がお前バティスタに入れた記者みたいな状態になっちゃってるからさ、うん、確かにね。てめえこの野郎みたいな。すみませんです。失礼いたしました。いやいやもう、ね、本当ですよね。本当だったらね床に土下座しなきゃいけないってことなんですけどね。いや本当だよね。まあまあ今後ね。そうですね、いろいろ調べて、私たちもいろいろ調べてねやっていきましょう。はい、はい、ね。で今日は、今日はプレミア12、はい、今ね侍ジャパン頑張ってますけれども、まあ、3連勝でね、はい、まあ、予選を終えたということで、はい、日本に帰ってきてね、うんうん、また戦うという、はい、ことになったんですけど、まあ、3試合ともね、はい、まあまあ見ました、うん、初戦硬かったな。江田さん見てはそう思いました。あ、どの辺が、あ、やっぱり表情もそうだけど、はい、やっぱ初回の攻撃で点を取っていなきゃいけないのに、はい、まあ、鈴木誠也が結果的には打つんだけど、はい、初回なんかもう見逃しの三振とかね、うんうんうん、なんかどうしたのみたいな、そんなに緊張してるかって、まあ、確かにさ、はい、振り返るとアテネの時、はい、みんなガチガチだったよね。初戦あれは精神的なものが大きいんですか。いや精神的なものだよね、うん、まあ、何でもそうだけどさ、はい、まあその年の開幕戦、うん、めちゃくちゃ緊張するんだよね、うん、ましてやその日の丸をつけたっていうことを考えるとさ、はい、やっぱ相当緊張してたね。硬かったね。そうなんですね、うん、でも緊張がほぐれてからは、はい、やっぱり日本らしい野球もやってくれてたし、うん、あとこう相対的に感じたのが、はい、稲葉監督が、はい、いろいろ試したなっていう。そうですね、打順もそうですし、代打だったりとか、うん、そう、ポジションだったりとかね、はい、いろいろこう、まあ、ピッチャーの交代にしてもそう、はい、ここで変える、うんうん、また変えるみたいな。そうですね、だからいろんなシチュエーションの中で、はい、変えてって、まあ、どういうところが適材適所というか、はい、そういうところも見ながら勝ってきたよね。すごいですし、短期決戦でいろいろ試すって難しくないんですか。だから、うん、いや難しいよ。勇気もいるし、はい、で大竹をワンポイントで変えたりだとかさ、はい、まあ、そういうところもあるし、加山ももう変えちゃうのっていうところもあるし、だからそういうこう使い方もいろいろ考えながら、はい、ここで普通こうしないよねって言ったところでもなんかポンと変えてみたりだとか、はい、非常になんか収穫が多かったこの予選だというふうには俺は思うけどね。そうですね、私はあの第一戦目で坂本選手のところで代打で山田哲人選手に変えたじゃないですか。正直びっくりしたというか。いやでもあれがやっぱこうチームに緊張感を生むというかね、うん、そうですよね、うん、でその後の坂本の態度も、はい、やっぱもう最前列で応援してたりだとか、うんうん、はい、なんかワンチームになってたよね今流行りの、うん、今そうですね、うん、まさにワンチームみたいになってた。あ、だからいい感じ、いい状態で野球をやれてるんだなっていうふうに、はい、うん、ただやっぱダメなものっていうのはさ、いつまでも期待するんではなくて、はい、やっぱ代わりのメンバーいるから、うん、スポンと変えることも必要だよね。だからそれを稲葉監督が今回できたということは、はい、俺はすごく良かったと思うし。そうです。あと4番がせいや、はい、すごい活躍 しましたよね。三振三振からスタートした大会だったのにね、うん、予選はなのに。でもやっぱさすがだね。すごいですね、うん、やっぱ彼の負けず嫌いというか、はい、まあ、そういうところが出た予選だったんじゃないの、まあ、それと、はい、近藤ってさ、はい、3番に入ってるでしょ、はい、日本ハムの、はい、ちょっと迫力不足かなって。3番打てる人ってたくさんいるじゃない、うん、でも、うん、近藤のあのボールの見極め、うん、フォアボールを取る力、はい、これはつなぐね。すごいです
そこは、うん、あれはやっぱりいいね。いい。いやいや、うん、貢献ってさ、はい、結局ヒットもフォアボールも一緒でしょ、はい、でフォアボールって球数も要するし、うんうん、ね、相手がやっぱり嫌なバッターなんだよね、うん、結局何個フォアボール取った、もう結構取った4出塁とか。そうですよね、うん、そうすると相手ピッチャーもバッテリーも嫌だし、嫌だし球数増えるし、で鈴木誠也が当たってるということを考えるとさ、嫌です。やっぱ勝負にいってるんだけど見極められるというさ、はい、すっごいつなぐね、つなぐ3番そうそうそう、うんうん、それとやっぱり印象的なのは、はい、菊池、あ、菊池選手ね、はい、右打ち、はい、パーンってインサイド寄りの球を、うん、ああいうことがやっぱ国際試合でフォア・ザ・チームのためにできるっていうのは素敵だね。で技術もなきゃできないし、はい、だからその言えばこう大振りしたりだとかさ、いい加減なところも見える選手なんだけどさ、はい、ここって言った時にはやっぱ必ず仕事してくれるね、あのとこは。で流したと思えばさ、はい、逆転に逆転だわ、はい、逆転だったよな初戦のレフト前は、はい、それはきっちり引っ張ってるでしょ。だからやっぱ頭をよく使ってる、すごい、うん、だからそういう意味ではすごくいい予選だったよね、うん、で2戦目の高橋で、はい、やっぱあれは打てないわ、すごいですね。ああ、やっぱ海外の選手ってあのアンダースローというかサイドスローというか いないからやっぱり打ちにくいってあるんですか。まあ、そうだな。だからやっぱこう変則だし、うん、タイミングが取りづらいし、はい、どういうタイミングを取ればいいかっていうのも、うん、まあ全然全然掴んでなかったし、はい、だからやっぱ練習するにも、うん、そういうピッチャーがいないから練習できないよね。そうですよね。ああ、対策も何もってことですよね、うん、だから使える選手っていうのが、はい、絶対外せない選手というのか、うん、そういう人間がこう浮き彫りになってきつつある、はい、うんうん、なんか大会になりそうだよね。ですよね。で俺はね、まあ、優勝はするなと思ってた、優勝はするだろうなって思いながらもそんなに力まなくていいよと思ってたの、はい、だってプレミア12ってもう世界の12チームが集まって、これがやっぱこうどっか出てくるか分からないけど東京オリンピックにね、はい、でもデータを取る格好の場所なんだよね。あ、そうなんです。でアテネの時にあのオーストラリア戦だけデータがなかったんだよ、はい、え、はい、たま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 、はい、でキューバとかこのぐらいの厚みで来てたので、オーストラリアの時だけなかったの、はい、でなんでないんだって聞いたら、いやアマチュアでチームを組んでも負けたことないっていうわけ。え、いやちょっと待ってくれと、はい、いやそれはね、今の選手たちはデータがいると、うん、だからデータ出してくれって言ったらないって、本当に取ってないって言うんだよ、はい、負けたんだよ。うわ、データがやっぱり、いやだからあの慢心しちゃいけないという。そうですね、うん、向こうは、あ、まあ、相手は勝つだ、うん、うん、こっちはもう絶対あいつこには負けないよっていう慢心があると足元救われるという。そうですね、うん、だからその経験上ね、はい、もういろんなチームがもう一堂に会してる、そのメンバーが全員ね東京オリンピックに来るとは限らないけど、はい、でも大半の人間が参加してくるんじゃないの、オリンピックに出るチーム。そうですよね、うん、だからそういう個人的なデータだとか、はい、国の性質だとか、はい、どんなことをやるかとか、あ、どういう野球をやってくるかとか、うん、でキューバなんか特に口笛でコースを教えたりとかするんだよね、はい、あ、それ選手同士もう分かってる、分かってる分かってる分かってる、だから常に口笛吹いてんだよ鳴らしてフィー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 、なんだろうなと思いますよね。いや、それでやっぱアウトコースに構えたらなんかこう音がいっぱい鳴るとか、インサイドだったらそんなに鳴らないとか、だからそういうこともあるんだよ国際試合って。そうなんですね。だからそういうところまでデータ取らなきゃいけないんだよ。それデータを取る専門のいるスタッフが何人ぐらい、うん、アテネの時も、あ、いたいた、何人ぐらいいるんですか。3人いたな、アテネに来たの3人。アテネは3人、もしかして今増えてるかもしれないですか。まあ、可能性はあるけどね、今何人いるのか分かんないけども、はい、やっぱ国によってそういうことをやってくるんだよ、はい、だからそういうこともデータの一つとして持っとかないと、はい、もうコースだけ丸分かりだとかさ、はい、そうなったらバッターって踏み込んでくるし、はい、
ね、インサイドだったらちょっと開くしみたいな、まあ、そういうことで向こうも対策してくるんで、だから国同士の野球って面白いんだよ、そういうところが。そういう見方して見ると面白いですね、また、うん、だから本当に気をつけなきゃいけないし、はい、なんて言うんだろう、データは取れるだけ取った方がいい。そうです、ね、うん、だから他のカードもやってるじゃない、はい、でアメリカって人数が半端なくあるから、はい、出場権を取ったらメンバーはゴロッと変えるかもわかんないけど、はい、もっと優秀な選手にね、そこから、うん、そこからだってメジャーからルーキーリーグまで何段階もあるわけでしょ、うん、そうですよね、うん、だからそこら辺で結集されて来られると相当なこうチームになってくるだろうし、うん、だからまあそれでもやっぱりいろいろ各自のデータは取った方がいいね、はい、そうですね、うん、だからまあ取られてると思っとけばいい。あ、そうですね、逆にね、うん、だから菊池がこういうところには右打ちしてくるよとか、うん、ね、右打ちした後には引っ張るよとか、だからそういうデータもこと細かに取るから、取れるから今の時代そうですよね、うん、だからまあ優勝もすごく戦う上では大切なことかもわからないけども、はい、やっぱ本ちゃんは東京オリンピックだから、はい、そのためにいろんなデータを取っといてほしいなと思うよね。そうですね、東京オリンピック来年ですから、うん、まあそのね、各国12カ国絶対来ますもんね、うん、でもやっぱこう見てて、うん、まあそんなに力むないも優勝しなくてもね、本ちゃんは東京オリンピックだよって思いながらも勝ったら嬉しいな、はい、いやもちろんですよ全勝でやっぱり勝ってほしいなっていうのがありますし、うん、いや私はあの3戦目の途中で岸投手、あのちょっとね、あの体調悪かったんですけど、やっぱ岸投手が出た時 あの安定感というか、うん、なんか見ててこう安心して見てられるベテラン感というか、あとフォームも気持ちいいし、気持ちいい、フォームが気持ちいい、私、ね、岸投手のフォーム、あ、投げるフォームで、うん、投球フォーム好きなんですよ、うん、あの、いや好きだよ俺も、あ、好きですか、いやピッチャーらしいもん、綺麗だもん、綺麗なんですよね、うん、スローでも見たんですけど、うん、足は長いからもう綺麗に開脚してるし、しなやかだし、綺麗に開脚してる、何その言い方、いい綺麗な開脚なんですよ、まあ、縦に、あ、いや素晴らしいなと思って、いやすごいよな、ずっとスローで見てました、ね、いやピッチャーらしいピッチャーだよな、ですよね、ザ・ピッチャーっていう、でもあの相対的にこう予選を通してみると、うん、やっぱり稲葉監督の選手の使い方が上手くなったなっていうふうに感じた、うん、あ、もう一戦一戦、いや試しながらっていうのも分かってきたし、はい、あ、なかなかやるじゃんみたいな感じ、うん、うん、楽しみですね。いや楽しみ楽しみ。東京戻ってきてからも楽しみといえば、うん、台湾の応援団のチアリーダーの女の子が可愛くて。可愛いよ。見てた。可愛い。やっぱり見てた。いや見てたっていう理由か、ま、いや昔から伝統的に可愛い。あ、そうなんですか。こうやって腰をこんなな、こんなやるんだよ。そう。いや本当に。ポニーテールだったりとかで、あ、みたいな、ね。そうそうそう。すっごい可愛いんですよね。可愛いよ。やっぱ見てたんだ。違う、見てるっていうよりも俺らそのアテネの予選の時にやっぱり視察に行ってんだよ、はい、台湾に、はい、で見てるのね、うん、台湾野球を、はい、その時からだから伝統的に、あ、伝統的に、うん、どんどんこんなこんなね、こんなこうやって腰を振るの